森を歩くのはいいですね。この落ち葉の音。キノコチャンネル。皆さん、このキノコですね、フクロシトネタケかと思いきや、ちょっとね、何かわからないキノコなんですね。裏側がさっき確認したんですけれども、白い絵のようなものがあって、図鑑で調べてもちょっと特定できない謎のキノコです。ちなみに横の竹から生えてるわけではないですね。サイズが8センチから9センチあって、かなり大型のキノコです。皆さん、小さいキノコがありました。こちらですね、ミーのモミウラモドキというキノコかと思われます、ね、この動画でちょっと確認難しいんですけれども、特徴は絵の筋の部分がまっすぐ伸びてないっていうのが特徴ですね。でこのキノコは冬の始まりと終わりに生えるキノコで、この時期結構生えるキノコです。ミーのモミウラモドキ、可愛いですね。マタンゴー。